はい、どうもです。はい、今回なんですけど、今千葉のね、いつものグラウンドにちょっと自主練に向かっているんですけど、なんとちょっと急遽リセムがね、今日グラウンドにいるっていう情報を仕入れまして、でちょっとまあ今今日ドリブル練習をちょっと主にやろうと思ってたんですけど、せっかくねリゼムがいるっていうことは、あの守備の名手がいるわけですよ、翔平くん。そう、翔平くんはもうね、ウィナーズの圧倒的一番もう守備の名手なので、でまあプロでもねずっとやってた人なので、ちょっと僕が今課題にしてるその1対1の部分だったりとか、仕掛けるっていうこの部分に対して、やっぱり一番もうその練習相手としては適任な方だと思うので、ちょっとねまあ急遽今ちょっと回しちゃってるんで、まあ頼んでみないと分かんないんですけど、撮影とかもいろいろあると思うんで、なんでちょっと行ってお願いして、1対1自分のね今の現在地だったりとか、どれぐらいこうどういう相手にねドリブルが通用するのかっていうところもちょっと自分の中で試していきたいなっていうふうに思うんで、ちょっと行って翔平くんにお願いしたいなと思います。じゃあ、千葉のグラウンド行きます。レディゴー。はい、ということで今ねこっち圭吾くんがいました。いましたよ皆さん、あそこに森安さんいました。森安さんちょっと待ってくれ。ということで、よし。それから今撮影終わったと思うんですけど、はい、1対1のゲーム。ちょっときついです。おい。お願いします。そこを。今から？はい。今から。また結ぶのかよ。ちょっともうね、リゼム今日何本撮ったんですか？もう3本撮って帰るとこだよ。ちょっとね、本当忙しいところ申し訳ないですけど、はい、ちょっと今。それこそドリブルをね、僕今課題にしてて、いや、歩夢うまいから大丈夫だって。いや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 ウィナーズ一のやっぱりね、この守備にちょっとこうまあ、1対1をちょっとね体感したいっていうか、そう、やっぱり今修行中なんで、あっちの修行になっちゃうちょっとぜひお願いします。はい、ちょっと肩疲れてると思うんですけどはい、頑張ります。ありがとうございます。ちなみにあそこで圭吾くんもね、まだね、蹴ってるからちょっと、圭吾くんにもなんか一緒にやりたいなと思ってるようとます。めっちゃ使うやんそういうことで、じゃあ今から翔平くんにちょっと、まあアップも終わったんで1対1をちょっと5本対決で挑んでいきたいと思います。ちょっとね、成長の成果を翔平くんに見せたいなというふうに思います。アイムの方がキレキレやんけ、普通にで、今日はちょっともう本当に攻守交代っていうよりは、もう翔平くんにはちょっと守備を群れ借りる感じでやってもらって、専属でやってもらって、まあ、ここで1対1このスペースで、まあ、結構攻撃がもう本当に有利ではあるんですけど、しっかり点決めきるようにやっていきたいなと思います。守備だけ守備だけ守備職人なんで。面白い苦しゅうない何それキャプテンがしっかりこの対戦を見ようと思います。お前も守備やれやうわよし、肉まなるだけやめろよお前。本当にそれでマジに気をつけよ。じゃあ行きます。2本目ラット大丈夫。はい、ナスさんと似てる、マジで。あ、ナスさんもそんな感じなんだ。ナスさん、これがマジ強いんですよ。一瞬行かれんだよな、いつも、もう最近。ねえ、後ろ大事だったから。完全、こうなっちゃったから。抜き切ってくれよ。よし。急にバチバチだね。
急に100の戦いしてるマジでそれよっしゃあ3問目ないからね。早いなあ、ゆむ。タイミングうめんだよ、こいつ。てか、マジ声似てるっすね。いや、そね。そう。声似てる、マジで。それ、絶対先入観だと思う。いや、マジ似てるよな。編集してると思うよね。テロップ打ってて、どっちの声だそうそうそう。マジ3対3のやつ。いきます。5分ぐらいには持ってきてるな。初めて逆取れた全部ついていかれてたけどあれね今のはインで弾くやつねもう弾いて逆いくみたいな完全に足揃った珍しかったありがとうございますよっでもマジ普通にうまいんだよねアイブアイブで俺結構トップレベルでうまいじゃん急に森保兄弟優しいいつもいじってくんのにガチ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 マジですかいやタイミングはマジでうまいアイブありがとうございますまあでも攻撃しかしないからそうですね結局は僕らあの守備がちょっとあんまり多分ね、タカと1対1あのもう前後でやった方がいい1回ああ、それあれやりたいかもしれない今度やってみる確かにそれはあいつもね、まあまあ対人強いぞうんうんいけるからね、いつもいや、そうかいやでもちょっとすごいいい経験になりましたありがとうございます終了させてもらいましたありがとうございますでもね、本当全部ね5本中1本だけだからね逆取れたのねこの前誰だっけ言ったやつやったのあ、アンチだっけアンチだアンチとだっけ言ったやつだそう、でも本当全部ね、こうついていかれちゃったからもちろん俺も逆取れるようにしっかりあの練習していきたいなというふうに思いますそれで今日、ありがとうございました疲れてるなんかそれなケイヤ君、ありがとうございますいつでも言ってくれ1対1教えるから俺はい、ということで翔也君と1対1、やらせていただきましたもうちょっとね、僕も切れ増していけるように頑張っていきたいと思います。翔也くん、これからもよろしくお願いします。そうです。切れ増しますわ。ありがとうございます。追いつけない。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。